はい、まずは A クラス、同じクラスのディエゴさんですね。このお名前は多分やったことある。でも結構久しぶりと思う。おー、ガード勝ってな、投げてたな。投げ返そう。あ、食らってくれたが下段。あのね、一回も受けれなかったけど起き上がり下段すげえ多かった。んで俺の下段は取られて負ける。うん、でね、この方、上段のホールドがしこたま多くて、でその上段ホールドをこうやってことごとく、俺もね上段やめりゃいいんやけどね、これも手癖だな。すぐピー打つ癖も良くない。でここでも、ああしゃがんでるな。今の冗談は取れられなかった、うん、とりあえず1勝できました。1勝1敗です。食らっちゃうんだな。ブレイクホールドで、うん、でサイドステップをカウンター取りましたけど、下段ウォーがね、うん、今みたいにね下段も取る。まあ上手い人ですよ、上手い人なんだが、ゲージをごっそり使って負けるって一番やったあかんパターンですね。うん、こういうタイミングでね上段をことごとく取られてます。また、いやそろそろ気づかないといけないけどね。そう、こんな感じで負けました。連戦してくれてるんで、もう一回、いや負ける気しないと思う。うん、次行きます。はい、でディエゴ2戦目、あ、うん、ようやくホールドかなと思って、ああでもディエゴもやっぱり強いね。あー、また取られてるんで、そのままビビってガードしてたのをまた投げられるっていうね。うん、しれっと投げに行きましたよ。負けたね、負けました。そうね、冗談、僕の P をもう丸ごと見切られてる感じがするわ。で対応できない俺もダメだわ。あ、今はちょっと意識が向いたかな。素晴らしい、起き上がりのブレイクブローで2勝を持ってかれて、後がないぞ俺。ちょっとね下段ホールドすかしの、お、下段すかしの投げとかやってみたかったけどダメだった。うん、これはいい間合いだったと思うんだが、投げてる。お、中段取りましたね。一勝は取りました。おお、中段も取る。よろしくないね、よろしくないね。でゲージ丸ごと使ってガードされるっていうね。うん、そう、これね、カウンター当てたら P 打つ、これもちょっとメモっとこう、うん、カウンター後の P はあかんわ。うん、何度でもと言いつつね、2回負けるとこれ以上戦えないんでね、次行きましょう。はい、1個上の舞さんですね。この
方マイさん使いやったかな、なんか名前は見覚えはあるんだが、なあ投げないか、投げないか投げ、うん、ようやく投げた。あーでもほう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 、僕あのティナの時は同キャラ嫌いだったんですけど、うん、あの前になってからね同キャラ結構好きです。動きの勉強になるし、あとねもう格投げはもう分かりきってるから反応さえできればいけるって感じなんでね。うん、いっぱいは取られたが、しゃがみダッシュで近づいてきたな。あ、しれっと投げる、しれっと投げていく、これも前には重要ですよね。 3K 相打ち、うん、あれは攪拌なんかな、わかんないけど、おお、お、配管最大なんて、よろしくないけど、まあまあまあ、もうバクチブレイクブローで、でもまあ勝てたからいいですよ。うん、勝てたからいい。で連戦してくれてるんで、もう一丁です。はい、2戦目ですね。A プラスのマイさんです。お、いいですね。芸術買ってくれたところに配管投げです。これは押し切りたい。あ、PPP で止めての投げですか。これはダメだね。あ、ブレイクホールドを取った。すげえ、何取ってる。うん。まあ 3K はね、隙が多いですから。記事で勝ちました。俺の手癖を逆にやってくれた感じですね。お、受け取りました。おお。2KP からしれっと投げる、これで2勝ですね。ああ、よくないよくない、今のホールドはよくない。うん、 3K から 6K にはちょっと、あ、でもまた打ってるけどね。まあ 3K 癖はほんと直そうと鋭意努力中ですけど、よっしゃ投げよう。あははちょっと爆打はまずかった。このままいけ、よっしゃ。うん、前線はやっぱり、まあでもね、僕自体前使ってるんで、そのね隙が分かってるから角投げ多いですけど、でもやっぱりうん、相手が前はすごく勉強になるんで、まあありがたいですね。で、まあ、自分の動きが、ああ、やっぱダメだなって思うしね。流煙部とかぶっ放しちゃうともう投げ角やし、うん、3K もある意味投げ角ですし、うん。まあ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 、いい勉強になりました。今回こんな4戦でございました。チャンネル登録やいいねボタン。また、僕に対する、あ、もうこれは最近、あ、パチンってやってしまった。入ってるから。わかんないですけど、あのあれ、あの僕へのアドバイス超募集中です。僕は強くなりたいんですよ。で、視聴者、せっかくなら視聴者さんのアドバイスを元に上手くなりたいんですよ。なので今までも結構コメントはくれてるんですけど、こうしたらいいよとか、ああしたらいいよとか、こういう手癖やめようとか、こういう手癖逆にいいよとか、
もうそういうのめっちゃ教えてください。はい、よろしくお願いします。今日は以上です。ご視聴ありがとうございました。